となる今回は今やっている戦術変更プランのご紹介です。主要監督はジョバン・バッティスタ・リーファ・コンテ監督となります。昨日は開幕したeフットボールリーグをこんな戦術変更プランで戦ってみました。フォメはどちらもロベルトでデルビタイプの4-2-1-3。前半はロングカウンター、後半スタサブ投入時にサイドアタックに変更です。それぞれのプランニングとしてはどちらも守備はリトリートタイプとなりますので、落ち着いて守備をしてカウンターを狙います。前半はどちらかといえば中央攻撃を意識しました。コンテ監督を使ってこの2人を使わないなんてと昨日反省しまして、本日よりこのプレミア最強カウンターコンビが仲間入りです。ケインとソン・フンミンをオフ戦、決定力が90を超えるように、そしてケインに関してはさらにパス数値も偏らせてグラウンダー、フライパスどちらも80を超えるように育成。またサラーのオフ戦、決定力重視の数値構成にしてプレミア得点を2人とパスウマ、ケインによる超攻撃的3トップの完成です。前半はこの3人を中心に中央攻撃、そしてしっかりリトリートを意識して守備をして安定した試合運びを狙います。そして後半、どんな状況でも60分前後にスパサブを投入してサイドアタックへと戦術変更。準適正ながらフライパス99に育成したベッカムと、こちらもフライパス94に育成したアーノルドの2人で徹底してクロスを上げまくり、中央には高身長のフィニッシャー2人が中央で待ち構えます。前半相手に中央攻撃を意識させておいて、フレッシュな前線の選手を投入すると同時にサイド攻撃へとシフト。この戦術変更かなり効きます。また集中力が切れかける試合終盤にサイド攻撃、そしてクロスという明確なキーワードを意識することによってやることを単純化してミスを少なくできるというメリットもあります。本作から導入されたこの試合中の戦術変更システム、めちゃくちゃ面白いんで、ぜひ皆さんもお試しください。今日もこの二刀流スカッドでさらに上のデビジョン目指して頑張ります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。